皆さんこんにちは。ピアニストの富山啓介です。8月29日日曜日、サントリーホールにて悲壮、月光、ワルトシュタイン、熱情のオールベートーベンプログラムでリサイタルを行います。1年ぶりのリサイタルとなりましたので、私自身とても楽しみです。今日はこの4曲について簡単にお話をさせていただきたいと思います。演奏順とは異なりますが、まずは第8番悲壮についてです。このソナタの特徴としては、第1楽章の重々しいグラーベの助走で始まり、軽やかなアレグロに続く第1楽章、そして美しい室内楽のような第2楽章、また軽やかな動きのある第3楽章です。このサブタイトルにもある悲壮とはどういうものなのかということなのですが、まあ、ベートーベンはこうサブタイトルを曲につけるのをあまり好まなかったそうで、でこの悲壮というのもベートーベン自身がつけたものではないという説が有力です。ただ出版の際に悲壮というタイトルがついていることを見て、ベートーベンが何も言わなかったことを考えると、もしかすると彼のその状況であったりだとか考えとリンクするものがあったのかなっていうふうに私は考えています。なぜかというと、彼はちょうどこの悲壮を書いているあたりから耳の聞こえが悪くなることにものすごく苦しめ始められました。いわゆる難聴ですね。なのでこうやはり音楽家にとって耳が聞こえなくなるかもしれないという恐怖はものすごい恐ろしい大きなことだったと思います。でこのサブタイトルのじゃあ悲壮とはそういうことに対する苦しみなのかっていうことも一つあるとは思うんですが、私としてはもしベートーベンがこの悲壮というタイトルを受け入れたならばという仮定の上ですが、おそらく例えばそういう体調のことだとか病であるとか、人の力ではどうしようも解決できないような大きなことに対して抗うのではなく、無理にこうどうこうするのでもなく、受け入れて強く生きていきましょう、負けずにこう頑張っていきましょうというふうな意味合いがあるのじゃないのかなっていうふうに考えています。なので皆さんそうだと思いますが、やはりまだコロナウイルスの影響は続き、我慢を強いられる日々が続いています。なのでこのソナタをこの時期に聴いていただくことはすごく私にとっても大きな経験になるような気がしています。続いて第14番月光です。この月光というサブタイトルも残念ながらベートーベン自身がつけたものではありません。でこのソナタの特徴としては、先ほどの、重々しい第一楽章が今度はアレグロに変わることなく、第一楽章がずっと重たい静かな音楽のまま続いていきます。でそれがこうメヌエットの美しい第二楽章に続くのですが、第一楽章と第二楽章はいわゆる同主張の関係です。チスモールとデスドゥアですね。でそのデスドゥアの可愛らしいメネットが終わった後に、第三楽章は嵐のような激しいチスモールの音楽が展開されていきます。でこの作品はおそらくショパンの幻想即興曲につながっていくのではないかという説があり、いろいろなパッセージが幻想即興曲の中に使われています。もう一つ大きな特徴としては、第一楽章がものすごく静かなまま展開されて、こう第二楽章にメネットが来て、第三楽章にそのすごく激しいというか内容の濃い第一楽章よりも第三楽章の方がこう音楽的な流れが大きいというか動きがあるというのはすごくこの時代では珍しいことだったそうです。で一説によると、このおそらく月光のソナタというのはその後の多くのロマン派の作曲家に大きな影響を与えていったであろうし、架け橋となった一つの作品ではないかなっていうふうに考えています。続いて第21番ワルトシュタインです。で皆さんご存知のようにワルトシュタインが書かれた直前にベートーベンはもう難聴やいろいろな、まあ、不調、精神的な病やらいろいろな苦しみに苛まれ、自殺を決意し遺書を書いています。
でも本当に私もその遺書を読みましたが、やはりこうもう胸が締め付けられるというか、こう本当に苦しい時期だったんだろうなっていうふうに思いました。で逆に言うとワルトシュタインはそれを乗り越えて書かれたソナタだと思うので、すごく生命力にあふれていて、こう音楽的な瞬発力がある作品です。でもう一つこのソナタについて大きなこうきっかけとしては、書かれるきっかけとしてはエラールのピアノ、新しいピアノを手に入れたことであると思います。エラールのピアノはそれまでのピアノと比べて、鍵盤の数が増えたり、あとは響きが、大きな和音の響きが豊かになったりだとか、こうちょっと弾いてみるとすると、こう両手のグリッサンド、こういう華麗なテクニックが本当に散りばめられました。でもう一つは、ベートーベンよりももっと前の時代の音楽で考えると、波長調というのは天国の音楽だそうです。なので本当に苦しみながらこう生きてきたベートーベンですが、多分ワルトシュタインを書いていた時っていうのは、その苦しみをこう克服し、本当に強く明るく前向きに生きようと思っていた時期なんじゃないかなっていうふうに考えます。そこで波長調のこのような素晴らしい明るい音楽が生まれたのではないでしょうか。で最後に、第23番熱情を演奏します。で残念ながらまた熱情も本人によって付けられたものではないという説が有力です。で一つこのソナタの大きな特徴としては、調整が F モールで書かれていることだと思います。 F モールっていうのはこの確かキリスト教の受難の調と言われていて、本当に重々しく苦しい調です。加えてこう熱情というサブタイトル、私はとても合っていると思っています。すごくこう感情の振れ幅が大きいというか、劇場型な部分がたくさん出てくるソナタなので、もしかすると演奏するこのプログラムの4曲の中では一番集中力と緊張感を必要とされる曲かもしれません。で今申し上げた緊張感というのは楽譜を見てみると分かるのですが、確かにこう大きな音、フォルテッシモだとかフォルテの部分もたくさんあるんですが、それと同じぐらい実は熱情のソナタっていうのはピアノで書かれている部分、弱い音で求められている場面がとても多いです。なのでこうずっと何らかの形で抑圧されている状態がワンと爆発するのがこの熱情のソナタの特徴なんじゃないかなっていうふうに考えています。で、ベートーベンにとって弦楽四重奏や交響曲がやはりすごく大事なこう気持ちを 大切に書いてきたジャンルだと思うんですが、ピアノソナタもそれと同じぐらい思い入れを持って書いていたんだと私は考えています。彼はこう弦楽四重奏だったら弦楽四重奏、何だったら何、何だったら何って割と集中的に同じジャンルの作品を書くことが多かったそうなんですが、ピアノソナタは本当にライフワークのようにずっと書き続けているんですね。で何年か間が空いている場面はあるんですが、実はその一つが、23番の後です。でこれはどういうことなのかなっていうふうに考えた時に、私個人の考えとしては、おそらく熱情を書き上げてベートーベンの中で一つのこう自分の作品に対するゴールが見えたんじゃないかなっていうふうに思っています。もうすごく簡単な言葉になってしまうかもしれないんですが、その時点でやりきったというか満足したんじゃないのかなっていうふうに思いますね。なので、まあやっぱり熱情というのは中期の傑作って言われることが多くて、私もその通りだと思うんですが、多分ベートーベン自身もそこで本当にライフワークのようにずっと書き続けているピアノソナタの作曲を中断した、こうむしろ完結したと言ってもいいかもしれないんですが、そこで一つの区切りをしているっていうことは、ベートーベンにとってもこの23番のソナタは納得のできる、納得のいくものだったんじゃないかなっていうふうに考えます。
で最後になってしまいましたが、本当に先ほども申し上げた通り、去年、まあ、今年もまだその影響は続いていますが、コロナウイルスの影響でたくさんのコンサートが中止や延期を余儀なくされました。それ自体はもう本当に仕方のないことですし、苦しかったなっていうふうに、どの演奏家の方もそうだと思うんですけど、本当にいろいろ思うこともあった1年2年だったなっていうふうに考えています。ただ自分の仕事という面から見てみると、今までありがたいことにすごくたくさんの本番をいただいてっていうことがずっと続いていたので、少し自分のことを振り返る、きちんと見直す年になったなっていうふうにも思っています。なので改めて自分の仕事がどういうことなのか、自分の仕事はどういうものを求められているのかっていうことを冷静にすごく考え直しました。で、あ、その中で今の時点でなんとなくこういうことなのかなっていう一つのゴールというかポイントが見えて、なので今年またいろいろなところで演奏会をさせていただくこと、私自身もちろんすごく大きな恐怖でもあるんですが、それ以上に皆様とどのような形で音楽を共有できるのか、どんなコンサートを作っていけるのかっていうのがすごく楽しみでなりません。で、1年遅れになってしまいましたが、ベートーベンイヤーに対する敬意の念といいますか、尊敬を込めて、その本当に彼がこんな素晴らしい作品を残してくれたことに感謝して演奏できたらなっていうふうに思います。ぜひ会場でお待ちしております。富山圭介でした。